うわー、早い、曲がられへん、早い、気持ちいい、ここで切り札、ハイパーブースト、うわー、早い、よーし、テントが見えた、ここで勝負、ハイパーブースト、早すぎる、あ、なんか変な音、あー、警告音、何、怖い、何、あ、死んだ、死んだ、こんちゃ、ポンキチです。今回は超高速空中浮遊型のレースゲームの神ゲーレッドアウト2を遊んでいきたいと思います。ええー、なと思ったらぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。さあ、このゲーム PC エピックストアで6月20日まで無料配布されてます。欲しいけどまだもらってないという方は下の概要欄からリンクを辿ってみてください。我々世代で超高速空中浮遊レースゲームといえばこれ F0 なんですけども、完全に一致してる。ゲームキューブの F0GX もめちゃくちゃ評価高かったでしょうね。なんとこの GX のリメイクが作られてるよというリークがあるようです。そしてもう一つ有名なところで言うと、これ、ワイプアウト、プレステ勢にはおなじみのやつですね。ですが、近年、このタイプのレースゲームはほとんど絶滅してしまってるんですが、今回ご紹介するこのレッドアウトは F0 ガチ勢、ワイプアウトガチ勢をもうならせる、このタイプのゲームとしてはめちゃくちゃ高い評価を受けてる、知る人ぞ知るゲームになってるようです。さあ、ではどんなゲームなのか遊んでみてみましょう。アシスト全オフ、 AI の強さは6段階の中の4番目、レッドアウト、ノーマルかハードといったところですね。さあ、キャリアモードでチュートリアル終わったので、1個目のレースクラブ B 昇格コンテスト走っていってみましょう。さあ、スタート、うわ、早いよ早いよ、あー、曲がりきれん曲がりきられへん、いや、難しいですよ、これ。難しい。さあ、このゲームの操作方法なんですけども、アクセルとブレーキは普通のレースゲームと変わらないですね。普通のレースゲームと違うところは、このマシンは車ではなくて飛行機なんですね。路面スレスレに飛ぶ飛行機。なので、まあ、操作方法は飛行機に近いです。ロール、スイッチ、用の全てのコントロールができます。ただし、飛行機と少し違うのは、これに加えてステアリングを切ることができるというところなんですね。まあ、ここがちょっと違いますね。角度の浅い高速コーナーでは仰角をコントロールして水平移動して、普通のコーナーはステアリングを切ってコーナリング、そして急カーブはその両方使って曲がっていく、そういうような操作になってるようです。まあ、ちょっと癖があって難しいかなという気はしますけれども、フライトシムを少しやったことがある人だとこの操作の方が馴染みがあるんじゃないかなと思いますね。レースゲームだけをやってる人にとってはちょっと違和感ありますよちょっと変な操作。まあでもアシストがね、充実してて、好みのアシストを入れたらもうスティックだけでね、操作できるようになるので、それは全然問題ないです。ちゃんと楽しく遊べるように作られてます。あとはこのゲームのキャリアの仕組みなんですけども、最初は遅いマシンから始めて、一つのレースには必ずまず1個以上のご褒美のパーツが用意されてます。そしてそのコースでの条件をクリアするとパーツや機体が解放されていって、どんどん速いレースができるようになっていくという仕組みのようですね。最終的にはもうむちゃくちゃ速いバケモンみたいな機体になるそうなんですけど、今はねまだめちゃくちゃ遅いらしい。めちゃくちゃ遅い、いや速いですよ、もうすでにすでにもう全然速いですけど、目が追いつかないですけれどもいや、これで遅いって言われても困りますよねこれで遅いのさあ、ではもう一つ、このレース機体とコースの仕組みなんですけど、まずコースの方ですね。コースが左右に曲がってるのは、まあ、普通のレースゲームと一緒なんですけれども、それに加えてアンジュレーション、上下やキャンバーのうねり、まあ、ここまではね普通のレースゲームもあるんですけど、あんまりないのは宙返りがあります宙返りで、まあ、もちろんこのね左右のうねり、コースの壁に機体をぶつけてしまうとすごい減速ペナルティがあります。なので、まあ、早く飛ぼうとするとぶつけないように飛ばないといけません。そしてもう一つはアンジュレーション、路面のうねりに合わせてピッチ、機首の向けを上下にうねるコースにピッチぴったり合わせていかないと減速するようになってます。まあ、ここら辺が普通のレースゲームにはないところで、結構楽しいですね。結構楽しいよ。そして機
体の方はこれ、この真ん中の緑のゲージが溜まったらハイパーブーストが使えます。オーバーヒートゲージがめっちゃ上がってしまいますけども、とにかくめちゃくちゃ速い。左の青いゲージは多分耐久力ゲージで、オーバーヒートさせすぎると減っていく。そして最終的に車が壊れてしまうと、いやまだ壊れたことないんで分かんないんですけどまだなったことないんで分かんないんですけど、そしてこの真ん中の緑のゲージが溜まってない状態でもハイパーブーストではなくてブーストだけなら使うことができます。そしてこのブーストも使うとオーバーヒートゲージが上がってしまうので、オーバーヒートさせないようにね、リソース管理が必要になります。目まぐるしく左右上下にコーナリングしながらこのリソース管理をしていく。めっちゃ大変めっちゃ大変です。さあハイパーブースト溜まった、使っていく。早い、うまくループできないさあブーストを使いながら、さあ残り 5%、 もう 95% 走りましたね。右上ですね、右上。さあ現在トップ、このままトップで終わりたいよーし勝ったよっしゃいやー面白い、めっちゃ面白いさあこれで B リーグ、新しいリーグが解放されましたね。ではその B リーグに行ってみましょう。エンジンの改造パス少し改造しました。さあスタート、いや早いよさあ1コーナー、曲がられへんよここ、何回やっても曲がられへんだけど何回やっても曲がられへん。さあだけどついていけてますよ、ついていけてる。なんとか勝ちたい、もう一回勝ちたいあー楽しいめっちゃ楽しい。いや、 やっぱりこれね、ぶつけないように綺麗に、あー死ぬ死ぬ、綺麗に走れるとめっちゃ楽しいですね。めっちゃ楽しいけど、それが難しい、ぶつけないように走るのが結構難しい、めっちゃ難しいです。早いな、ちょっと早い、あー死ぬ、ぶつけてたらダメですよ、ぶつけてたら。さあブーストたまる、よーしブースト使っていく、早い、死ぬ。このゲームは独特の操作感の難しさあるんですけど、そもそも操作法が普通のレースゲームと違うんで独特の操作感があるんですけど、ただまあレースゲームをねやられてる方は目の使い方はまあ基本的には同じなんで、レースゲームとコースの両線、両端のキワキワの線ありますよね、その流れを見て画面の奥の方からずーっとこっちに向かってくる、その流れを見て機体のラインを合わせていく、まあそんな感じですね。そしてブラインドになっているところは周りの景色を見ながら予想していく、まあ、これもねラリーゲームに近い感じあると思います。ただ少し違うなっていうか、まあ、だいぶ違うなと思うのは、普通にタイトなラインでコーナーに入っていこうとすると両端の羽がぶつかって、うまいこと曲がれません羽がぶつかってうまいこと曲がれません。いや思ってるよりもこれ機体でかいんですよね、機体が大きいんですよね、羽の分が大きい、羽の分を意識してない羽の分を意識できてないんですよ。だからコースの内側の壁にこの羽をぶつけてしまって、うまいことをコーナリングできません、まあ、コーナリングのポイントは多分この車幅感覚ですよね、機体の幅の感覚、この羽のところまで機体なんだよということを意識できれば、しっかりと意識できればうまいこと乗れるんじゃないかなと思いますいやできひんよいやできへんよそんなできへんけど3番手に押してますよ3番手に押してる。なんとかこの2位の人には勝ちたい2位の人には勝ちたい。よーし抜いた。ああぶつかるあーまた抜かれた、またぶつかってたらダメ、ぶつかってたら。さあブーストが溜まった、よっしゃハイパーブースト、早い、あ相手もハイパーブーストする、よっしゃ抜いた、よっしゃオッケー。さあこのままなんとか、これあー抜き返された、抜き返したい。さあもう一回ハイパーブーストを使っていく。いやハイパーブーストね、この狭いところ使いたくないんですよいやこうやってぶつかるから難しくなるからコーナリングが使いたくないんやけど、でも使っていかないと絶対勝てないですね。いや難しいわこれ。さあまだもうちょっとありますよ、今 87%。 さあコース残り 10%、 なんとか追いつきたい、
なんとかぶせてきたけど、だんだん離されてる。だんだん、だんだん離されてる。ブースト、ブースト、ブースト前を使って。さあ、残り 5%。ハイパーブースト、あかん。あかん。ぶつかってま、これぶつかってたらダメですね。ぶつかってたらダメ。勝てない。あー、負けた。負けた。悲しい、悲しいよ。あ、でもアイテムもらえましたね。そしてコースもアンロックされました。さあ、では新しいコース行ってみましょう。ステアリングの新しいパーツもつけました。さあ、スタート。早い早い早い、もう早いって、もう早いよ。もう早いけど。あー、ぶつけたらあかんって、ぶつけたら。さあ、でもトップに立ちました。もうなんとかぶつけずに走り切ることさえできれば、ちゃんとブーストを使ってね、勝てるんじゃないですか。ちゃんと勝てるんじゃないですか。さあ、ハイパーブーストたまりましたよ。いつでも使いたいけど、使うタイミングがない。さあ、ここで行こう。よーし、早い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 。よし、幸先いいですよ、幸先いい。これは勝てる、これは勝てるよ。あかんて、あかん、むずい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 。あかん、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 あかん。さあ、コーナーの、あかん、あかん、あかん。さあ、ハイパーブースト、オーバーヒート。よし、綺麗に曲がれてる、綺麗に曲がれてる。よしよしよし、これはいけますよ、これはいける、これはいける。あー、ちょっとあかん、ちょっとライン取りがあかん。さあ、ハイパーブースト溜まったけど、あかん、あかん。曲がれ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 。使っていこう、使っていこう、どんどん使っていきましょう、どんどん使っていこう。さあ、一周回りましたよ。一周回った時点でトップ、これは優勝のチャンス。ミスなくいければあかん、ミスりまくってる。ミスりまくってる。あー、もう後ろに来てる、後ろに。あかん、あー、焦ってしもて、あかん、焦ってしもて。さあ、ブースト溜まった、どこで行くか。さあ、ここだ、行け。よしよし、うまくいった、これはいける、これはいける。さあ、どんどんブースト使っていきましょう。あー、後ろから来てるよ、あかん、くるくるくる。さあ、ハイパーブースト溜まった、ここで逆転、逆転でいくか。あかん、ぶつかりまくってる。ぶつかったらあかんって、ぶつかったらあかん。あ、ここうまいこと曲がれた。よしよしよし、あかん、ぶつかる、ぶつかる。めっちゃむずい、めっちゃむずいって。さあ、いい感じいい感じ。お、オーバーヒートしてる。あ、やばいやばいやばい、なんか音鳴ってる。え、なになになにこれ、なに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 これ、なになに、え、なに、怖い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 。え、爆発したんやけど。あ、爆発したんやけど。はい、今回、超高速空中浮遊型のレースゲームの神ゲー、レッドアウト2をやってきたんですけれども、いや、もうめちゃくちゃ面白かったですね。もうめちゃくちゃ面白い。もうスピードが速すぎて、もう制御できへん感じが、すごく懐かしい感じがして、めちゃくちゃ面白いですね。めちゃくちゃ面白い。いや、近頃はこの手のゲーム、まあ、ほとんどやんないようになっちゃったんですけど、今回はまあ、エピックでね、無料で配布しているということで、まあ、これを機会にやってみたら、もうめっちゃ面白かったっていう、そんな感じになってます。6月20日までは無料で配ってるので、もらいたいけどまだ入手してないという方は、ぜひ入手していただきたいかなと思います。で、まあ、今回はね、レッドアウト2のご紹介だったんですけども、実はこのゲーム1も結構いいゲームで、2よりもコースのレイアウトがだいぶシンプルで簡単に作られてて、走りやすくていいかなと思いますね。まあ、もし無料期間間に合わなくて、新しく買うよという方は、レッドアウトの無印、レッドアウト1の方を買うと、セールだとね、もうめちゃくちゃ安くなると思うので、楽しく遊べるんじゃないかなと思います。はい、今回はこういう動画になりましたけれども、普段はレースゲーム、ラリーゲームの攻略動画で楽しんでおります。もう一個だけ動画を見ていただいて、それでもええなと思っていただけたら、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ほらまたね。いや、たまにはこういうゲームもいいよね。完全に SF の本物がないから、挙動がどうのこうの言わなくていい。ただひたすら楽しければそれでいいっていう。面白いと思います。めっちゃ面白いよ。いや、でもこれ好き嫌いあるから気ぃつけてね。これ多分嫌いな人めっちゃ嫌いやと思うから。気をつけてください。